ソルトさんの隣、いつもソルトさんの隣ご視聴ありがとうございます。今日はですね、 YouTube とかあと動画を釣りでですね撮影するときに、まあ、何のカメラを使ったらいいのか、2年半ぐらいかな、ソルトさんの隣というチャンネルをまあ運営して、まあ撮影とか編集とかしてて、まあ、いろんなカメラをですね試してきて、まあ、結局どれが良かったのかっていうのをですね、ちょっと今日はこの後しけるらしいんで釣りにも行けないんで、ちょっと話してみようかなという動画でございます。今撮ってるのは iPhone の12 Pro のインカメで撮ってるんで、なんかこう微妙な感じ、 4K の 30p っていうのを撮ってるんですけど、まあ画面の大きさ 4K とか、あとまあフレームとかはちょっとまた今度喋るんですけど、まあ 4K の 30p で撮ってると、今 iPhone ですね。で、今まで何を試してきたのかっていうと、まず GoPro を結構歴代私を使ってきて、今は GoPro の、はい、これです、 GoPro の12、まあ2023年で言うと最新作ですね、12を使っております。とあとは、まあ、今のアクションカメラってやつですね、アクションカメラ。あとはこれ、インスタ 360X3 っていうのも試してみました。まあ、これは、いわゆる360度カメラってやつですね、これを使ってみたと。と最近出たですね、これ DJI のオスモポケットの3、これも最新作なので、最新作がですね、はい、3つあるんですよ。はい、もう病気かもしれない。これ全部案件じゃないんで、自分の好き勝手、全部自腹なんで好き勝手喋ろうと思うんですけど、まあアクションカメラ、あと360度カメラ、あとこれがいわゆるジンバルってやつですね。物理的にこうカメラがこうなって、こうやってね、わかりますか、こうレンズがずれないってやつですね。ふわふわした感じ。この3つでちょっとお話をしていこうかなと思うんで、まあこれから動画やりたいなとか、まあ YouTube やりたいなとかっていう人のためになんかなればいいかなと思って、今日は動画を作っていきたいと思います。ソルトさんの隣の隣で、ちょっとこっからはですね、 iPhone のインカメってまあ15だとまあちょっと良くなってるかもしれないですけど、ちょっとあんまり画面良くないんで、さっきのこれですね、ちょっとこれに切り替えますね。はいはい、切り替えました。これがさっきのオスモポケット、あ、ちょっとこの辺汚いんであれですけど、オスモポケット3でございます。照明は一緒、車のこのライトですね。じゃあちょっと喋っていこうと思うんですけど、まずですね、結論から言っちゃうと、まあ偉そうに言ってますけど、どう考えてもこれです、 GoPro がいい。これはい、絶対にこれ、これは絶対手放せない。まあどれ買うって言われて、釣りで、まあ人が撮ってくれるじゃなくて、全部自分でセルフでやりたい場合は絶対にこの GoPro です。で、さっきのこの GoPro も、今撮ってるポケット3も、もう大体今は全部で7万ぐらいです。単体で7万ぐらい。オプションがどうこうってなると、ちょっと値段が上がったりするし、あとこういったサブスクに入るともうちょっと安く買えるとかもあるんですけど、とりあえず7万ぐらいです。みんな7万ぐらい。うん。まあそもそも、まあ iPhone あるじゃん、みたいな。iPhone で撮ればいいじゃんっていう人もいるんですけど、iPhone で、ここにくっつけて、釣りするじゃないですか。まあ、別にできなくはないんですよ。できなくはないんですけど、ちょっと調べ物したいなとかってなったら、それ外して、あ、今の潮、ちょっと、止まってんなとか、明日の天気何かなって、めんどくさいし、そうやってるうちに、かかったりすると、あれなので、まずですね、YouTube やるにあたって私が分かったのは、めんどくさいことは全て排除したいですね。はい。全部排除したい。で、なるべく快適に撮影したい。もうそもそも撮影してること自体も忘れるぐらい快適になりたいと。で、いろいろ買ってみてるんですけど、すべてですね、さっきの3種類、ここにちょっと乗っけときますけど、3種類、全部一長一短なんですよ。うん。なので、自分の釣りのスタイルに合わせて選んでいくと。
その中でソルトさんの隣をやっている私としては GoPro だという話をしていくんで、他のカメラがダメだってことじゃないです。その人にとっては、あなたにとってはそれがいいかもしれないけども、私のチャンネルみたいなことをやるんだったら GoPro って話です。細かい話はめちゃくちゃいっぱいあって、それを喋ると多分1時間ぐらいかかっちゃうんで、まあ、それちょっと刻んでおいおい話していこうと思うんですけど、まずこのおすすめの12ですね。GoPro12。っていうのはまあ12世代目で、だいたい1年に1回新しいのが出ていくと。で、ボーンってアップデートされてすごく良くなるパターンもあるし、ちょっとだよね、これ買い替える必要あるって思うのもあります。なので最新がちょっと高いから前の世代でいいなと思ったら GoPro の10から買った方がいいですね、はい、で10から買ってなおかつこのレンズ、これ別売りのレンズなんですよ。これでも1万4000円ぐらいするんですけど、このレンズをつけることによってですね、手ぶれが本当にない、そもそもないけど、さらに、釣りの時ってかがんだり何したりとか、魚こう取ったりとかした時に、絶対に水平を保つんですよ。なので、こう回転してっても常に、はい、水平です。私は動画に撮ってですね、手ぶれっていうのは完全たる悪だと思っているんで、手ぶれが絶対ない、そして見やすい、そして綺麗っていうのを、追求していった結果やっぱり GoPro になると。でこれをどうやって撮ってるのかっていうと、このテストバンドですね、テストバンドに、これをこうカシャッとつけてグイッとやって、これを、しょうとでですね、まあウェーダー着て、ライジャケ着た上からやってます。こうやってよいしょ、これをシャッとつけると、まあ、この状態でやっています。ちょっと最初恥ずかしいかもしれないけど、ライジャ系とか来たらですね、もう分かんないですわかんない。これでやると、でやると投げて、リーディングするときにこう手元の動画になります。こういう画像ですね、まあ、例えばこんな画像になります。で、このチェストバンドもいろいろあってですね、なんか安いのもあるんだけど、私はこの純正が一番使いやすいというか、なんかすぐパカッとも外せるし、ダランともできるし、これが良かったかなと。はい。アクセサリーに関してはですね、また違う動画作っていろいろやろうかなと。で、これなんでチェストバンドかっていうと、いろいろやってみたんですよ。ですね。この画角で、この広くなる画角なんですけど、これが寄りすぎ、これつけないと手元がすごい近すぎてあれなんで、もっと広角にしたいんで、このレンズをつけてるっていうのもある。で、これを、まあ、例えば肩につけると、広角すぎて、ここ映るんですよね。おっさんの方なんて多分見たくないと思うんですよ。おっさんの方嫌なんですね。ここ。で、ノッティさんとかここにつけてます。多分キャストの問題だったり、いろんな問題でここにつけてる。で、みんないろんな試行錯誤やった結果、いろんなとこつけてるんですけど、ここにつける人もいるじゃないですか。これちょっと、他の人から撮ってもらった時にちょっとあれなのと、あと肩凝るんですよね、これ。帽子とか、なんかやってるのと。あと、ここにつける人もいるんですけど、ここだとヘッドライトつけれないんですよ。なので、いろんなことを考えて、チェストバンドになりました。結局シンプルなとこになったと。で、あとは、GoPro のいいところは、ハンドサイトっていう機能があります。これ何なのかっていうと、この画像でも、動画でもあるんですけど、こうやってやってて、魚かけたってなったら、ピッて押すんですね。それって、かけてピッて押したら、ピッて押したところから録画されるんじゃなくて、そもそも撮っていて、ずっと。押したら30秒前とか15秒前に戻れるんですよ。これハンドサイトっていう機能です。同じDJI のオスモモバイル4って同時期に出た新製品もあるんですけど、それもできるようになりました。はい。後でバージョンアップでできるようになったんで、そっちでも大丈夫。このハンドサイトがやばいです。他のやつは、まあ、これも後でも説明しますけど、360度カメラも結局ずっと撮ってなきゃいけないんで、ヒットシーン撮れないですね。うん。で、ヒットしてから電源をして何だりとかってやってると、結局間に合わないので、ずっとつけっぱなしにしなきゃいけないんですよ。
ってなると SD カードも食うし、バッテリーもどんどん食うと。はい。でもこれに関してはですね、まあ、バッテリーは食うんですけど、これパススルードアって言って、モバイルバッテリーをですね、外部につけれるんですよ。この穴から、これ、これね、こっから。なので、私はこれにテストつけて、モバイルバッテリー、ちょっと今日忘れてきましたけど、モバイルバッテリー、あ、こういうのね、モバイルバッテリーを、ここからパススルードアつけて、ポケットに入れて、まあ、こういうジップロックとか入れて、使っていると。で、もう一つは、まあ、GoPro なので、雨風に強い。まあ、特に雨に強い。さっきのパススルードアつけたとしても、これ、きっちりキュッて入るので、ジャポンって入っちゃわない限りは、まあ、おかしくならないです。で、ものすごい雨の時は、そもそもレンズも濡れちゃうので、撮影はちょっと厳しいんですけど、パラパラ降ってるとか、普通に降ってる時ぐらいは大丈夫。で、防水。っていうのがあります。で、他のカメラも防水だったり防水じゃなかったりするので、その辺もちょっと話してきますね。一番なんかシンプルで使いやすいのと、あと頑丈なので、結構雑に扱っても大丈夫。なんか荷物増えると、こうチェストバンドつけとか、つけて、で、よくこうしょって外して、もう疲れたから早く帰りたいぜってなって、ポイって置いといても、まあ大丈夫なんですよ。実はマックスレンズもそこそこ強いし、レンズも大丈夫。っていう頑丈さもあって、私みたいな雑な人間はですね、非常に便利というのが GoPro です。なので、私は、アクションカメラ、360度カメラ、ジンバルカメラっていう小型のカメラが、を釣りの場合に使うときは GoPro が一番いいと私は思っております。はい。です。じゃあ次。はい、これ。インスタ 360X3。はい。これ3世代目なんですけど、私も1、2、3と使ってきたんですけど、どんどん良くなるから、どんどん乗り換えていったんですけど。まあ、これも防水なんですよ。うん。これは、360度カメラなんで、まあ、どこにつけててもいいんですけど、全方位撮ります。全方位撮る。なので、GoPro みたいに、どこの画角にしとこうかなって考えなくていいんですよ。何でも撮れる。どうやっても撮れる。はい、で、まあ、画面もついてるんで、見ようと思えば見れます。ね、本物ですよ。モックじゃないよ。でもさ、やっと起動するんだよね。で、ポチッと押すと、ウィーってなって、録画を開始しますってなるんですけど。遅い！まずは。間に合わないです。さっきのハンドサイトみたいな戻って録画ができないので、ずっと撮っとかなきゃいけない。ずっと撮っとかなきゃいけないってことは、バッテリー問題があります。じゃあさっきの GoPro みたいにパススルードアをつけてみたいにこうケーブルつないどけばいいって思うんですけど、そもそもここの USB のタイプ C でつなぐんですけど、ここさっきみたいに防水の機能がないので、そもそもズブズブ入っていっちゃう。さらに撮りながらバッテリーつけないでねって言ってるんで NG なんですよ。ってことはこのね、外部バッテリーをたくさん持っとかなきゃいけないんですよ。これが高い。そんな暇ない。で、あとレンズがですね、こう、剥き出しなんで、これパキってぶつけちゃって、コツンってなった瞬間、こいつ死にます。で、修理です。で、これのカバーもあるんですけど、カバーも買ってみました。カバーも買ったけど、めちゃくちゃ画面が汚くなっちゃうんで、基本的につけたくない。で、つけたくない、その画像もね、綺麗にしたいから、つけたくないんだけど、それでも、GoPro の画質に多分勝てないです。はい。5.7K で撮れるんですけど、360度を 5.7K で撮るんで、こうやってクロップするんですね。この、こういう画面にするってことは。うん。そうすると、すごい画素数、画面が良くない。あとは、360度のデータなので、めちゃくちゃデータを食う。さらに、良くないことばっかり言ってる。さらに、それを編集するのがめちゃくちゃ重たい。なので、その辺の、言い方変だけど、その辺の Windows とか、まあ15万ぐらいの Windows 買っても結構大変かもしれないですね。Mac だったらまあ多少頑張れるかもしれないです。M1 とか M2 でも。うん、でも YouTube っていっぱい動画を出してなんぼって僕は思ってて、まあ、これしか出せてないんだけど、もう編集が大変っていうのはみんな聞いてると思うんですけど、それって文字入れだったりするんで、文字入れ以外のことで大変に思うのが非常に嫌なんで、これは、ほぼ使わないです。
何の時使うか、なんで持ってるかっていうと、旅行とかですね、遊びに行く時はいいんですよ。うん、どうせ編集しないし、ふわーっと360度見たりとか、記念撮ったりとか。マジ旅行はおすすめ。なぜなら、ボッコとかつけて、棒つけてね、撮ったら、自撮りも360度、向こうも撮れる、うん。全部撮っとけるんですよ。こっちだけ、あっちだけじゃなくて。記念にはめちゃくちゃいいです。360度なので、こっちのレンズとこっちのレンズの2つのデータをガッチャンってくっつけて360度にするんですね。なので、そもそもそのデータを何かアプリか、携帯のアプリか、パソコンのアプリに入れて、くっつけたデータって、2つのくっつけたデータっていうのを書き出して MP4 とかにしないと、一般的なね、普通にみんなが見る動画にしないと、YouTube にアップできないんですよ。めちゃくちゃ大変。なので、そこは覚悟して買わないといけない。で、片面だけで撮るっていうのもあるんですよ。片面だけで撮って、そもそも使いやすい MP4 とかのデータでっていうのもあるんですけど、だったら GoPro でいいじゃんって。なので時間に余裕がありまくる人、そしてパソコンのスペックがめっちゃ早い、もしくは携帯がめっちゃ早いっていう人はこれいいかもしれないです。はい。でも僕は好き結構これ。旅行の時持ってく。うん、あと GoPro は釣りの時。なんかみんなでご飯食べに行く時とかこれ持ってったりするんですね。インスタ360X。じゃ最後に、このジンバルね。はい。今映ってるから絵に出しとこう。これ。はい。オスモポケット3。これはですね、いいカメラなんですよ。めちゃくちゃいいカメラ。例えば、こんな動画ね。イカ釣り問題があるんですよ、僕の中で。やっぱり、照明がすごい少ないから、そもそも夜釣りが多いし。けど、今の GoPro とか、これとか、インスタ360、このセンサーっていうんですよね。画像を撮るセンサーが一番大きいんで、暗いとこに強い。うん、暗いとこに強い。あともう一個。例えば、じゃあこれでしょ。はい。これっすね。とかって言うと、僕の顔ボケてんの分かりますか？なんかよくレビューとかね、YouTube でレビュー、化粧品とかやる女の子とか。なんかこうやつね。こうやつ。これやんなくても、はい。いい感じになる。ってことはこれね、後ろボケてくれるんですよ。後ろボケるから、例えばこう自撮りでね、今日釣りに来ましたって時に背景がちょっとボケるから、後でぼかしそんな入れなくてもいいかもしれない。ジンバルカメラなので、物理的にカメラがふわふわ平行を保ってくれるんで、光学式、手ブレを制御してるっていうことじゃないので、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。画面撮れるデータがね。めちゃくちゃいいじゃんって思うし、これを例えばここにカシャってつけるのも、あるんですよ。あるんだけど、一番の問題はですね、防水じゃないんですよ。これ。防水じゃないから、例えば、磯の先端に立って、潮浴びました。ダメでしょ？あと、まあ、鮭釣りの時に、ちょっと、ね、鮭がパターンってなって、砂ブワーってなったら、このジンバルの間に多分、砂入っちゃうから、ダメなんですよ。だこれ、使えないです。鮭釣りには。うん、酒釣りに行く道中とか面白いかもしれないです。うん、雨も降ってない、砂ぼこりも立ってないんだったらめちゃくちゃいいカメラなんで、まああんまり釣り、まあたまに釣りに行くぐらいで、普段は Vlog やりたいなとかっていうのだったらめちゃくちゃおすすめです。ソルトさんの隣。まあそんなとこなんですね、この以上3つ。で、あとは、カメラ決めたら、携帯で編集するのか、パソコンで編集するのか、あとは、まあ、TikTok みたいに縦動画にするのか、まあ、YouTube に上げるのか、まあいろいろ皆さん違いがあると思うんですけど、これはね360度撮るから縦に切り抜き大丈夫ですよね。GoPro もですね、12番になると、普通はこれ16対9ってやつなんですけど、8対7みたいな、なんか四角くも撮れるんで、後で切り出せば縦にもなる。TikTok とかもできる。オスモポケット3も縦にも撮れるんで、縦動画もいける。まあ、皆さんがどんな YouTube を、まあ、YouTube 動画をやりたいかによって選ぶんだけども、まあいろいろやった結果、このアクションカメラっていうのが良いかなと。で、このアクションカメラも、まあ、GoPro を筆頭に、さっき言った DJI オスモアクション4もとってもいいんで、どっちかでいいと思います。はい。値段も多分そんな変わらない。あとは、全部が全部この機能がついてるわけじゃないんですよ。GoPro 以外のやつ。オスモアクションもそうだし。なんか、安い
中華版とかだと 4K で撮れるって言っててもそもそもレンズ微妙だったり、あと手ぶれひどかったりするんで、見やすいのを選ぶんだったらやっぱり GoPro 選んだ方がいいと思います。あとはその8持ってます9持ってますっていう人が10に変えた方がいいとか11にした方がいい12にした方がいいで、バージョンアップのに関してはめちゃくちゃ難しいので、まあ、個別に相談いただければ私のふんわりとしたね GoPro の説明できると思うんで、まあ、10以上買っとけば10以上買ってこの MAX レンズをつければ、まあ、快適かなと。あと SD カード問題とか何問題っていうのをちょっと今喋るとずっと長くなっちゃうのでそれ置いといて、まあ、どうでしょうね皆さん、どんな感じでしょうね。今は、ね、このジンバルカメラで撮ってるんで、例えばこれ電気消しても結構撮れるんですよ、うん、でもいいです。なので GoPro12 がおすすめ、はい、頑丈、給電しながら撮影できる、雨にも強い、MAX レンズつければ手ぶれほぼなし。何か質問あれば DM とかコメント欄に書いていただければ検証していきますし説明もしますんでよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ソルトさんの隣の隣。